水曜日午後8時13分、私立花峰高校。現場は昨日神山たちがコックリさんをしていた教室だった。そしてそこには山野恵子の無残な遺体が横たわっていた。現場に駆けつけた捜査一課の面々も驚きを隠せない様子だ。課長もいつになく慎重な面持ちをしている。山野恵子を見張っていた乾署の刑事は徹夜で張り込んでいたが、人の出入りはもちろん不審な出来事は一切なかったと証言している。山野の遺体を発見したのも部活の早朝練習で登校した生徒だという。学校から知らせを受けるまで彼女の家族でさえこの異変に気づかなかったのだ。僕はこれまでの経緯をすべて課長に報告した。もちろんオカルトな部分はうまくごまかしながら。わかった。お前はそのまま捜査を続けろ。ある程度はお前に任せる。好きにやってみろ。ただの自殺事件じゃないことが課長もようやくわかったらしい。僕の言葉にも耳を傾けてくれるようになった。いや、それどころか自由に捜査する許可までくれた。もしかして少しは僕を認めてくれたのか。まさかね。かといって何事件を僕に押し付け早くも保身に回ったと思うのはゲスの勘繰りというものだろう。とにかく課長の気が変わる前に遺体の見分をしよう。死に触れるのは決して気持ちの良いものではない。昨日まで生きている姿を見ていたらなおさらだ。コックリさんの影に怯え震えていた山野恵子は命と引き換えに恐怖から解放された。永遠に。だがその死に際は安らかなるものではなかったようだ。それは彼女の無残な姿を見れば一目瞭然だった。髪は乱れ、ズタズタに切り裂かれた衣服からは生々しく刻まれた傷跡が見える。鋭利な刃物で切りつけられたようだ。瞳は恐怖を浮かべ宙を睨んでいる。今度は他殺か。しかし先輩、彼女の右手を見てください。小暮さんが吐き気を抑えながら遺体を指さす。よく見ると彼女の右手は血にまみれていた。鑑識の意見では傷の角度や深さから自分で自分の体を引っかいて死に至った可能性が非常に高いとのことであります。おっす。僕は絶句した。自分の体を引っかいて死ぬなんてことがあり得るのだろうか。コックリさんの呪い、僕の脳裏にまたもや非現実的な思考が鎌首をもだえる。護衛についた刑事は彼女が消えたことに全く気づかなかったという。どう考えてもありえない事態だ。山野恵子はどうやって学校に来たのか、なぜ学校に来たのか、なぜ自らの体を切り刻んだのか。次々と浮かぶ疑問。山野恵子の死因はやはりコックリさんの呪いと考えるほかないのだろうか。遺体の見分を終えた僕たちは教室を出て次の捜査に移ることにした。だが捜査しようにも何をどこから手をつけていいものか
さっぱりわからない。僕たちは徹夜で亀山を見張っていた。怪しい動きは全くなかった。なのに、山野恵子は死んだ。もしかして、亀山は犯人じゃないのか。迷える僕の目を覚ますように、携帯電話が鳴り出した。誰だ、こんな時に。携帯の液晶に表示されたのは通知不可能の5文字。通知不可能の電話なんて、そうそうかかってくるものではない。もしもし。風見警部補。昨日の助っ人は捜査に役立ったかね。あの男の声だった。兄さんに捜査協力を依頼し、令状の手配までしたのはこの男だったのか。あなたは一体誰なんです？君が知る必要はない。事件とは関係のないことだ。何が目的なんですか？どうして僕たちに協力するんです？質問ばかりだね、君は。男は嘲笑うように言った。いや、そう聞こえただけかもしれないが。よろしい。君にヒントをあげよう。男から意外な言葉が発せられた。ヒント？警察署編纂室へ行きたまえ。電話の向こうから虚しい機械音が鳴り響く。またしても一方的に切られてしまった。警察署編纂室。私立花峰高校は休校になった。3人目の犠牲者が出たのだ。そろそろマスコミを抑えるのも限界かもしれない。神山由香、堀川真理、野沢翔太には複数の刑事を見張りにつけ、僕たちはとにかく警察署編纂室とやらに行ってみることにした。このままじっと待っていたところで次の犯行を止めることはできない。ダメで元々の精神で電話の男を信じてみよう。実のところ、警察署編纂室などという部署は初めて耳にする。警察の歴史を編集する部署はあるらしいが、警察署編纂室なんて名称ではなかったと思う。通りがかる警察官に片っ端から編纂室の居場所を尋ねてみるが。何ですかそれは。いや、聞いたことないですね。そんな部署はあったっけ。手がかりになりそうな答えはなかった。だが根気強く尋ね回っているうちに、ようやく編纂室を知る人物にたどり着いた。警察署編纂室。ああ、それなら聞いたことあるよ。いや、俺も行ったことはないんだけどね。これは俺の同期が先輩から聞いた話なんだけど、警察署編纂室ってのは警視庁の地下5階にあった。知っての通り警視庁は地下4階までだが、昔は地下5階まであったらしいんだ。そこに勤務していたのはある特別な任務に携わる刑事だった。どんな任務だったかは上層部の人間しか知らない。ある日、その刑事の変死体が警察署編纂室で発見された。ベテラン刑事も目を覆うような、そりゃむごい死に方だったそうだ。その事件をきっかけに地下5階は埋め立てられて、警察署編纂室も閉鎖されたんだけど、この話にはまだ続きがある。編纂室にまつわる妙な噂が立つようになったのさ。埋め立てられたはずの地下5階から時折話し声が聞こえたり、電話のベルが聞こえたりするって言うんだ。任務の途中に無念の死を遂げた刑事が死してなお捜査を続けているのかもな。くだらない噂話だった。都庁の地下に小型原子炉が設置されているという話を聞いたことがあるが、それと同じぐらいくだらない噂話だ。だが
今はそのくだらない噂話にすがるしかない。僕たちは警視庁の地下5階へ向かうことにした。エレベーターに乗り込むが、予想通りボタンは地下4階までしかなかった。僕たちは仕方なく地下4階で降り、下の階へ行く道を探すことにした。先輩、ここに非常口があります。非常口を開けてみると、上の階へ続く階段のほかに、さらに地下へと続く階段があった。地下5階は実在したのだ。薄明かりに錆びた手すり。まるで、そこだけが時代から取り残され、忘れ去られたようだ。光を浴びることのないすすけた通路、切れかけた蛍光灯。これが警視庁の中なのか。まるで廃屋同然だ。階段まがいの噂話が立つのも無理はない。通路の奥にこのフロアで唯一の扉が見える。長年開かれなかったであろう薄汚れた鉄の扉に警察紙編纂室の文字がかろうじて読み取れた。あった。少なくとも編纂室の存在に関しては電話の男が嘘をついていないことが証明された。僕は思い切って扉を開けてみることにした。錆びた扉が耳障りな音を奏でる。むせ返るようなカビの匂い。暗闇の中、室内灯のスイッチを探り当てる。壁を探る手に蜘蛛の巣やら埃やらがまとわりついてくる。なんでこんな目に、と思いながら、ため息をついたとき、指に何かが引っかかり、明かりが灯された。なんだこりゃ。小暮さんの感想は簡潔で的を射ていた。この部屋はあまりにもひどい。ひどすぎる。机の上には数年分の埃が積もっており、床には干からびたゴキブリが仰向けになっている。タバコの吸い殻も散乱している。フィルターには支援の文字。このタバコの銘柄だろう。そして極めつけは書類の山、山、山。なんだこりゃとしか言いようがない。疑問に答えるようにレトロな電話の音が聞こえる。床に散らばった書類の山を漁り、なんとか音の発信源を探し当てる。黒いダイヤル式の電話だ。どうやらこの空間だけ時間が止まっているらしい。受話器を取ると、ようこそ警察紙編纂室へ。案の定、例の男の声が聞こえた。あなたは何者ですか？どうしてここの存在を知っているんですか？あなたは警視庁の人間なんですか？僕は口の動くまま受話器に質問をぶつけた。本当に君は質問が多いね、風見警部補。あらかじめ言っておくが、私は警視庁の人間ではない。だが我々の組織は警察機構のみならず、政界、経済界にも強い影響力を持っている。組織？警察だけでなく、政界や経済界にまで影響を及ぼす組織とは一体。君は FOF という言葉を聞いたことはあるかね？え？いや、知らなければそれでいい。それよりも、君の右手にあるファイルを。男はまるで部屋の中を見通しているかのように言う。
監視カメラでもついているのではないかと周囲を確認したが、それらしきものは見当たらない。そのファイルの中には呪いの源を探るためのヒントがある。僕は右手をちらりと見た。確かにファイルがある。部屋の中でこいつだけが埃をかぶっていない。つい最近机に置かれたようだ。しかし部屋に入った時は埃だらけで、人が出入りした形跡は一切なかったはずだ。風見警部、事件を解決したければ自分に嘘をついてはいけない。どんなに非現実的な答えでも自分が導き出した答えを信じるんだ。我々は君たちに期待している。そしてまた一方的に電話を切られてしまった。彼は僕たちに何をさせようとしているのだろう。しかし迷っている暇はない。ここまで来てしまったらもう前に進むしかない。僕は男の言葉に従い、ファイルに目を通すことにした。それは切り離されたノートを集めた書類だった。ボールペンで書かれたらしき、整った読みやすい文字が並んでいる。4月14日、高校に入って初めて友達ができた。彼女は一人で教室にいる私をお弁当に誘ってくれた。彼女の名前は神山由香。神山さんは優しくてとても綺麗な人だ。5月22日、最近神山さんたちと一緒にいることが多くて、翔太君と話す機会が少なくなった。神山さんはとても大切な友達だけど、翔太君も大切な幼なじみ。神山さんと翔太君が友達になってくれたら、みんなで一緒にいられるのに。6月8日、今日、廊下で神山さんと話しているときに翔太君が通りかかったので、思い切って彼女に翔太君を紹介してみた。神山さんは何も言わずに、翔太君をずっと見ていた。6月15日、神山さんにコックリさんをしようと誘われた。最近学校で流行っている霊感占いだ。私はコックリさんなんて信じないけど、神山さんに誘われたから断れなかった。6月18日、神山さんが毎日放課後にコックリさんをしようと誘ってくる。彼女のコックリさんへの質問はエスカレートしてきている。彼女は私と翔太君の関係について執拗に質問する。6月24日、優しくて綺麗だった神山さんから笑顔が消えてゆく。それに比例して私への攻撃はますます強くなっていった。もうコックリさんをするのはやめよう。6月27日、いくら断っても神山さんたちは私を解放してくれない。これはいじめだ。誰か助けて。
6月30日。もう耐えられない。頭がどうにかなりそう。助けて、翔太くん。助けて。日記はそこで終わっていた。先輩、この日記は。言われるまでもなく、これは重要な証拠だ。小暮さん、この日記を手がかりに、どう事件を紐解いていくか、そこが肝心です。もう一度、事件の全容を整理してみましょう。うす、わかりました。今回の事件では、長谷部成美、伊藤香織、そして山野圭子と、次々と女性とが自殺しています。解剖の結果、自殺であることは間違いありませんが、その死には不審な点が多数見られます。彼女たちが死んだ本当の理由は何なのでありましょうか？それはもちろん、こっくりさんの呪いだ。僕は理性の壁を破り、はっきりと答えた。こっくりさんの呪い。亡くなった女性徒たちは、こっくりさんに殺されるかもしれないという精神的圧力に支配されていました。長谷部成美、伊藤香織、山野圭子。いずれも血の儀式を拒否した者たちです。彼女たちは、こっくりさんの怒りを買ってしまったんです。非現実的な理論だということは自分でもよくわかっている。これはあくまでも仮定の話なんだと自分に言い訳しながら、頭の中を徐々に整理していく。先輩、自分にはよくわからないのですが、彼女たちはなぜ血の儀式を始めたのでありましょう。願い事を叶えてもらうためとは言っていましたが、それだけとは思いません。彼女たちが血の儀式を行った理由は他にもあったのではないでしょうか。小暮さんの言う通りだ。その理由とは罪悪感。小暮さんが言うように、こっくりさんに血を捧げるような真似をするからには何か訳があるはずだ。彼女たちを突き動かしたもの、それは罪悪感だ。神山たちはこっくりさんを使って佐喜多美佐を精神的に追い詰めていました。それは編纂室にあった日記にも書かれていた通りです。神山たちはずっと佐喜多美佐を死なせてしまったという罪悪感に苦しみ続けていたのではないでしょうか。そしてその強い罪悪感が彼女たちをこっくりさんの言葉に従わせ、血の儀式を行わせた。先輩、それじゃあこっくりさんの正体は。それはおそらく佐喜多美佐。佐喜多美佐。こっくりさんの正体は佐喜多美佐です。先輩、念のために言っておきますが、佐喜多美佐は2年前に事故で亡くなっているのですよ。ええ、わかっています。佐喜多美佐の怨念。小暮さんも僕の言わんとすることは理解しているはずだ。それでも確認せずにいられなかったに違いない。いいでしょう。自分も男です。小暮宗一郎、覚悟を決めました。とことん先輩についていきます。小暮さんに青ざめた表情はない。怖がりを克服したわけじゃないだろうが、今回の事件に対し決意を固めてくれたようだ。では先輩、佐喜多美佐が犯人だとしたら、彼女が次に狙うのは。それは言うまでもなく、神山由香だ。次に狙われるのは神山由香です。佐喜多美佐は親友と思っていた神山に裏切られ、死に追いやられたのだ。佐喜多が一番殺したがっているのは神山だ。ですが、あの時神山は。
そう、確かに神山のあの変貌が謎として残されたままだ。このまま咲田美沙の怨念説を貫くなら、あの神山の変貌をどう説明する。咲田の霊が神山を操って他の生徒たちを殺したのか、それともあの時神山は死んだ生徒たちと同様、自らを傷つけるために変貌したのか。次々と浮かぶ非現実的な思考。一度肯定してしまったものは簡単に修正できるものではない。僕自身、今の状況に置かれていなかったら笑い飛ばしたくなるような話だ。だが呪いの有無はともかく、神山が何らかの拍子に変貌するのは紛れもない事実。それによって次の犠牲者が出る可能性があるなら、阻止するために全力を尽くすのが刑事としての僕の務めだ。とにかく神山を保護しましょう、小暮さん。よし。地下の闇を抜けた後、僕たちは急いで神山床に張り付いている刑事に連絡を取った。すみません、見失ってしまいました。神山は刑事を振り切り逃走した。自宅にも戻っていないという。念のために堀川麻里、野沢翔太を見張っている刑事にも連絡してみたが、同じ答えが返ってきた。この事件に関わる生徒たちが一度に行方をくらませた。何かが起ころうとしている。僕は反射的に叫んだ。小暮さん、すぐに学校へ向かいましょう。水曜日午後3時44分、私立花峰高校。誰かいる。落雷で破壊された狐塚の前で手を合わせている人物がいた。野沢翔太だ。2年の月日を経ても変わらぬ咲田美沙への思い、その姿は胸を打つものがあった。野沢君。神山。神山が現れた。やはりここに来たか。先輩、動きますか。もう少し様子を見ましょう。彼女の安全を考えるとすぐに行動するべきだ。だがこの常識では測れない事件の結末がどこへ向かうのか、見届けたいという気持ちが勝った。ミサに祈っていたの。ああ。お前は何しに来たんだ。まるで私が来ちゃいけないみたいな言い方ね。これでも私とミサは親友だったのよ。野沢君、いつまでミサのことを引きずっているつもりなの。一生そうやってミサだけを思い続けているつもり。俺の勝手だろ。お前には関係ねえよ。あるわ。だって私、あなたのことが好きだから。この場所でそんな話はやめてくれ。何よ、ミサに聞かれるとでも言うの。ミサは死んだのよ。いい加減に死んだ人間なんて忘れたらどうなの。やめろ。お前それでもミサの親友か。ミサだけじゃねえ、長谷部も伊藤も山野もお前の友達だろ。そいつらが死んだって言うのに何考えてんだ。ミサが死んだ時お前泣いてたよな。一緒に泣いて俺のこと慰めてくれたよな。あれは嘘だったのかよ。本当はミサのことなんてどうでもよかったのかよ。
どうでもよくなんてなかった。ミサは本当の友達だった。でも、あなたの存在を知って、すべてが変わってしまった。あなたが好きで、好きで好きでたまらなくなった。そしたら、ミサが憎くて憎くて憎くて、たまらなくなっていった。だから、だから、だからコックリさんを使って、サキタミサを自殺に追いやった。堀川。神山さん、あなたは野沢くんに恋をした。コックリさんを使って、サキタミサに彼との仲を執拗に追求した。あなたはサキタミサに激しく嫉妬した。嫌がる彼女を無理やりコックリさんに付き合わせ、じわじわと精神的に追い込んでいった。友達だと思っていたあなたに裏切られたサキタミサは、身も心もボロボロになり、そしてあの事故が起こった。何を言っているの？私は知らない。そんなことしてないわ。転校してきたばかりのあなたに、どうしてそんなことがわかるのよ。ふふ、綺麗な顔が引きつっているわよ、神山さん。好きな人の前で真実をばらされて、さぞかし動揺してるでしょうね。あなた、本当に野沢くんのことが好きなのね。でもダメよ。彼の心は、サキタミサのものなんだから。なんですって？コックリさんに頼めば、願いが叶うって言ったのはあなたじゃない！よっぽど彼のことが好きなのね。そんな馬鹿げた嘘に騙されるなんて。嘘？嘘ですって？それじゃ、何のためのコックリさんなの？何のために、香織たちは死んだの？さあ。全部あなたのせいなんじゃないの？理性を失ってしまった獣の声が雷鳴と競争する。堀川の言葉で神山の心を支えていた最後の歯止めが壊れた。神山が変貌した。あの時のように。獣の左手が堀川の喉に襲いかかる。まるで紙くずを投げつけるように堀川の体を放り投げる。さらに堀川の首根っこをつかみ片手で宙吊りにする。とても女性の努力とは思えない。野沢翔太はあまりのことに動けないでいる。このままでは堀川の命が危険だ。僕と小暮さんは同時に飛び出した。やめるんだ神山！その手を離しなさい！叫びながら神山の腕をつかむ。だがピクリとも動かない。鉄の機械のようにその腕は硬かった。神山を羽交い締めにする小暮さんにも驚愕の表情が見られる。無造作に動かした神山の左手によって僕たちはあっけなく振り払われた。なかなか楽しませてもろうたぞ、人間ども。どれ、誰から血をすすってやろうか。なんだこれは。神山の声ではない。神山の中にいる何かの声だ。決めた。お前の血をあらわに与えてたもれ。神山の姿をした獣が野沢翔太に襲いかかった。うわ！
一連の怪異現象の根源が咲田ミサの怨念なら、野沢だけには危害を加えないはずだ。咲田は野沢翔太を愛していた。その野沢をなぜ襲うんだ。今神山の中に宿っているのは咲田ミサの怨念ではないのか。予測していなかった事態を前にして僕は身動きが取れないでいた。今にも喉元に食らいつかんとする神山。しかしその神山を止めたのは彼女自身だった。野沢君。神山。彼女は自分の中にいる何かと戦っていた。未知の力に打ち勝とうと必死に抵抗していた。ごめんね、こんなことになるなんて。みんな私のせいで死んじゃった。みんなごめんね。私はただ野沢くんのことが好きだっただけなのに、ごめんね。それは一瞬の出来事だった。気絶したと思っていた堀川が止める間もなく神山に飛びかかったのだ。神山の脇腹には深々と木片が突き立てられていた。地の底から湧き出したような呪詛の声。空気が震える。木々が怯えたようにざわつく。止めどない狂念が無差別に撒き散らされる。おのれ人間めが。その時僕は見たような気がした。苦しみもだえる人ならざる者の影を。不可解な出来事の連続に頭が混乱している。だがこのまま混乱してばかりもいられない。事件の全容を整理しなければ。